Tokyo Perfect Tokyo Perfect はアメリカ合衆国生まれで日本で状況を受けた競争馬である。主な価値案はクリスタルカップ中日スポーツ賞4歳ステークスオロカップハヤチネ賞。1990年代後半から活躍し2008年まで現役を続けた。バレーは2000年以前は旧表記2001年以降は現表記を用いる。 1997年11月、中央競馬の中山競馬場でデビュー。芝千6 0 0メートルの新馬戦を、単勝1.9倍の人気に応え解消した。明けて4歳となり、ダート1200メートルの自己条件戦では6馬進、マイル戦のオープン特別である名の花ステークスでは2着に3馬進差をつけるという実力の違いを見せつけての3連勝を飾った。その自創。 クリスタルカップからシャドウロールを着用した。短距離戦でのハイペースの逃げを得意としたマウント新たとの先手を競い、最後の直線で抜け出し最終的には2着、マウント新たにゴミの差をつけ、4戦4勝で重賞競争初勝利を飾った。この年の外国サンバは早くから高レベルとの評価を得ていたが、 中でも力強い競馬を見せてきた、無敗馬3頭の対決が注目を集めていた。無敗の3歳王者グラスワンダーが骨折により、離脱していたものの、NHK マイルカップでは2番人気に押された。1番人気はエルコンドルパサー、4戦4勝。3番人気は、ラジオタンパハイ3歳ステークスでキングヘイローに差し、勝ったロードアックス、3戦3勝だった。しかし、 ロードアックスは5ヶ月ぶりの実戦であることや、初のマイル戦への懸念から、やや人気を落としており、エルコンドルパサーと、トキオパーフェクトの一騎打ちとの見方が大勢だった。レースでは2番手を追走し、それを見る形で、エルコンドルパサーが進んだ。最後の直線に入り、エルコンドルパサーが早々に抜け出すと急に失速。勝ったエルコンドルパから秒後離された着と、 大敗を喫した。結果として GIQ 競争のペースではマイル戦には対応できなかった。このレースで2着となったのは6番人気と軽視されていたもう一頭の無敗は新庫エドワード2002であった。NHK マイルカップの雪辱を喫して自走は中日スポーツ賞4歳ステークスに臨んだ。5 8ラムという この時期の4歳馬としては、重い金量を背負ったが、同世代相手の1200メートル戦では、敵はおらず、2着キングナムラに3馬新反差の解消で、単勝1.4倍の人気に応えた。この後放牧に出されたが、休養は思いのほか長引き、スプリンターズステークスには、ぶっつけで挑むこととなったが、レースでは逃げることができず、4コーナーで後続に交わされ、 大気シャトル相手に金星を挙げたマイネルラブから3秒後離された14着に大敗。年が明け、1999年の初戦となったガーネットステークスを4着とした後、夜の短距離ステークスに出走。アグネスワールドを一馬身を抑え、久々の勝利を挙げた。続くシルクロードステークスでは人気を集めたが、マイネルラブの10着と大敗。 目標の高松の宮記念でも、競泳マーチとの激しい先手争いの末、逃げつぶれて、マサラッキの十四着。半年の休養を経て、復帰戦のネギシステークスで二着と、抗争するも、スプリンターズステークスは、逃げつぶれて十六着再開に終わった。翌二千年の銀霊ステークスでは、安城に、岡部幸雄を迎えたものの、金量もキログラムだった、こともあり、 オープン特別ながら六番人気に過ぎなかったが、中断で待機する作戦がはまり、先行場をまとめて差し切り、一年ぶりの勝利を飾った。高松の宮記念でも、後方から鋭い差しを見せ、勝ったキングヘイローから0秒2差の5着に食い込んだ。そして、2002年の高松の宮記念で後方のまま12着に、敗れたのを最後に、登録抹消された。この手術を受け、 岩手競馬で現役を続行することとなった。岩手に移籍してからは、いきなりの三連勝を飾り、JBC スプリントに挑み、スターリングローズの六着とまずまずのレースを見せた。この後は芝、ダートをとわはない、岩手競馬の安定勢力として活躍し、2004年には、オロカップで6年5ヶ月振りの重傷勝利を挙げ、同年は、早知根賞も優勝した。 ダートグレード競争にもコンスタントに出走しては、かつての中央競馬ファンを懐かしがらせた。しかし、11歳、2006年の頃から力の衰えが、現れ、2007年は A2 級、2008年には最下級の C2 級まで落ちて、しまったが、2008年3月のレース、C23 組戦では2005年11月以来の一着となるなど3を挙げたが、 11月29日のレース B21 組戦で急着に敗れたのを最後に引退2009年11月から岩手県欧州市の岩手馬術連盟にて功労馬としてつなぎをされている2010年9月2日放送の NHK の情報番組生中継ふるさと一番で岩手競馬の紹介の際競争馬の出走までの流れを説明するための モデルとして出演。菅原達則を安城に、実際に、水沢競馬場のコースを失踪した。2014年11月3日に、森岡競馬場で行われた、JBC 競争当日には誘導馬として登場した。祖母、サンの、全妹バブルカンパニーの3区にバブルガムフェロー、天皇賞、秋、朝日杯3歳、ステークス、キャンデーストライプス、 フッツに0ギニー2着、アリーディングサイアラ2回、インターミスト、クリテリウムドサンクルー、孫にはザッツザプレンティ、キッカショー、マニックサンデー、4歳品は特別、早々に、湘南パントル、阪神ジュベナイルフィリーズ、4代孫に、ディープブリランテ、日本ダービー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。